橋本画法明治41年1月13日は、明治期の日本画家。本名は長里。幼名は千太郎。号は、勝縁。別号に、十元祭、国旗祭、宵月画星など。画法の父の橋本守国は、武蔵国に川越藩の御用絵師であり、小菊町家の家当主バレガワイン、おさのぶの皇帝として、同家の邸内に一家を構えていた。 このため画法は、天保六年に、この小引町狩野家の邸内に生まれている。監修に従い五歳の頃からジップより狩野派の手ほどきを受け、十二歳の時正式に父と同じく、おさのぶに入門する。ただしおさのぶは、この一月後に没したため、実際にはその後継者である勝川院正信を、死としたとみてよい。この一年前に、かの方外も入門しており、 7歳年下で女はな、人柄の画法と劇場家の法外と性格は正反対であったが、共に現状の仮の派への不満と独創的表現への意欲を共有し、生涯の親友となる。両者は早くも頭角を表し、安政4年23歳で熟頭となる。法外、加納勝玉木村律学と共に、勝川院門下家の四天皇と称され、特に、 郊外とは、勝川院の二人足勝川院の龍子と呼ばれ、塾内の絵合わせでは共に、原平の組頭を務めた。安政七年、画法の号をもらって、絵師として、独立を許され、池田張間守るの家臣高田東左衛門の娘、とめ子と結婚する。しかし当時すでに絵画の需要は少なく、また、明治維新の動乱に際しては一時藩主のいる。 川越に避難することになる。さらに、明治3年に、小菊町狩野家は、火災で消失、画法も、財産のほとんどを消失してしまう。妻は発狂し、画法は病災を亡くなるまで世話した。翌年には出資していた川越藩も廃止され、兵部省の海軍兵学校において、図書狩り学係として、製図を行うようになった。この後狩りの葉の絵師としての活動は、 ほとんどできなくなり、一時は油絵を描くことさえ余儀なくされた。白雲工事転機となったのは、アーネスト・フェノロサによる伝統絵画の復興運動であり、フェノロサの庇護を受けていた邦外とともに、新しい表現技法を模索するようになる。明治15年の第一海内国会画共進会では、近畿書画図が議員主席を取り、同じく出品した竹に、 鳩が区内省の御用となっている。明治17年に、フェノロサが、缶画会を発足すると早い時期から参加し、盛んに制作を行うようになった。明治19年には、海軍兵学校を辞し、文部省の絵画取調べ所に出資するようになった。こうして、フェノロサ、岡倉天心の指揮下で法外とともに、東京美術学校の発足に向けて、準備を進めるが、 開校を目前にした明治22年に法外は死去、その絶筆である規模観音の仕上げを任された。このため明治23年の東京美術学校開校に際しては法外の代わりに絵画家の主任となった。さらに同年に提出義原因制度が発足すると10月2日に第一次のメンバーに選ばれ、これにより明日ともに 当時の絵画界の最高位に上り詰めた。東京美術学校では画法四天皇と呼ばれた、下村観山、横山大寛、菱田春奏、西郷古月のほか、河合極道、橋本清水らを指導しており、その指導が近代美術に及ぼした影響は大きい。しかし、明治三十一年には、天心が罷免され、画法も、職を樹し日本美術院の創立に参加した。以後、 画法は在野でありながらも、画壇の重鎮としておもんじられ、美術院の活動の傍ら後続の指導などを行っている。明治41年に遺願のため死去した。法名は、県特院諸園、画法三沢小寺。墓所は、江東区平野にある、元城新寺の達中、玉泉院。なお次男、橋本英法、三男、橋本秀国も日本画家になっている。 画法は、同門の科の方外ともに、日本画の近世と近代を橋渡しする位置にいる画家で、法外とともに仮の葉の描法を基礎としつつも、洋画の遠近法等の技法を取り入れ、明治期の日本画の革新に貢献した。画法の代表作の一つである、白雲工事では、従来の山水画を元にしながら、月の光と空気の透明性を微妙な色彩で表現している。 ありがとうございます。